こんにちは、アマゾンサポータータ堀秀夫です今日はメルマガ読者さんからね、質問をいただいて、その質問の内容が非常にいいというかね、危険なことをやってるなという内容だったんでね、シェアするためにお答えするこの動画を作ります。まあ、アマゾン o 室有料のセミナー、980円で昨日から募集し始めた有料のセミナーに興味を持って質問していただきました。 まあすでにオーストラリアの Amazon アカウントを持って、まあ、ペアオニアとリンクさせて出品をしていると。ところが FBA 販売のところでつまずいております。私自身は過去に留学経験もあるので、英語は特に問題ないので、毎日 Amazon サポートに聞いて、聞いていながらゆっくり手探り状態で進めておりますということなんですけど、これ非常に危険な方法です。これアメリカであったらね、えー、多分もう早々に、えー、2、3回 ガイドライン、マニュアルに書いてあることを質問したら、もうアカウントをサスペンドされます。Amazon サポートを対応するのは危険です。何しろ、サポートには人件費がかかります。ガイドラインを読めば分かることを質問したり、確認したりすることを Amazon は歓迎しません。一種外資のアカウント削除やサスペンドを受ける可能性が高いです。 これ以前入学してたってことなんですけど、まあ入学って当然教えてね、お金を取るのは学校の役目なんで、まあ質問するのは大歓迎。ね、質問しなきゃ逆にもったいない、理解できないということで、質問、ね、分かってても確認のためまりの質問とかね、質問は大歓迎です。まあ、ところがアマゾン、ね、アマゾンに質問するってことはね、そのサポーターの人件費を使うわけですから、 それ読みはわかるじゃんと。あるいは読んでも理解できないのかというね、出品者を Amazon は全く歓迎しません。コストかかるから当たり前です。ガイドラインを読んで理解できないんであれば Amazon で販売しないで結構と。だから英語の苦手な日本人、海外の召集慣がわからない日本人は、まあ自力でね、Amazon 室に取り組むっていうのは実はかなり難しいです。 まあだからこそ私はサポートをしてますで。特にね、厄介なのっていうか問題なのはこのね、えー、海外の召集官はあまりわかんない。ま、ない留学してたってことなんでね、学生時代に、えー、海外にいて、まあ、バイトぐらいはしたかもしれませんけど、まあ、実際ビジネスの経験ってのはそれほどないんじゃないかなと思います、海外で。で、それで言いながら英語わかるんでね、日本の常識で英語で質問してしまうと。 これ実はね、えー、アマゾン室取り組むにあたって非常に危険な方法です。アマゾンというのは特殊な企業でね、えー、もう本当に数字、利益、重視。で、お客さんが一番ね、えー、お客さんが正しいということでやってますから、お客さんってのはね、出品者じゃないです。出品者は、えー、手数料払いますけど、お客さんじゃなくて、えー、アマゾンの 従業員、あるいはバイト、外注、えー、そういう扱いなんでね、えー、顧客のためにね、えー、尽くすべき存在。じゃあ、ねえー、人件費を増やしてコストを増やすのが顧客のためになるかと言ったら、なるわけない。ねえー、だから、Amazon にコストをかけさせるようなことをやると、えー、アカウントサスペンド削除されます。 この仕組みをね、え、いまいち理解できてない出品者が多いんで、アメリカアマゾンなんかはアカウント削除が続出してます。日本アマゾンは日本人の企業ですから、え、日本人がサポートしてますんでね、アメリカほどそんなに極端ではない。というかね、むしろ確認とかね、報告、連絡、相談、大歓迎。で、日本の場合ね、残業しても残業代を請求しないとかね、払わないというようなね、サービス残業とかそういうのがありますんで、あと人件費が安い、日本の場合は。 だからね、アメリカほどシビアじゃない。日本人の場合は、日本人が日本アマゾンで取り組む場合においては、えー、このやり方は、えー、間違ってないというか別にいいんですけど、アメリカでやったら一発でサスペンド。で、オーストラリアはまだ出品者少ないんでね、えー、大丈夫だとは思いますけど、まあただ危険ですね。いつサスペンドになってもおかしくないやり方。ね。えー、FBA 納品のやり方かわからない。 ね、なぜ見てわからないのか私もわかりませんけど、まあ、えー、見てわかんないのを Amazon で確認しながら進める。うん。まあ、一見正しい方法のような気しますけど、これ非常に危険なんでね、えー、Amazon 室で稼ぐなら私のサポートを受けて取り組むことをお勧めします。それから980円のセミナーはサポートではありませんので、 え、このキャのセミナーを受けていただいても FBA 販売のところでつまずいているこの部分のサポートはできないです。えー、アマゾンで見たものと同じものをね、こ,こ,こうやって、で、注意点というのは今言ったようなね、そのアマゾンに手間をかけさせたまずいですよというようなことを言ったりね、コンポーターの発送だのの注意点をやるだけで操作そのものをナビしたりはしません。それをするのはセミナーではなくてサポートの方になります。まあ、セミナーで伝える内容は え、アマゾン室がどういったものか。ね。アマゾンクで稼ぐためのポイント。それから、アマゾンから退場させられないためにやってはいけない NG ポイントをお伝えするセミナーです。で、まさに、今回ね、質問いただいた内容はやってはいけない NG ポイントをやってますんで、こういった内容をお伝えしているというのがね、セミナーの一番の目的。ね。正しい取り組み方を覚えて、まあ、サポートが必要であればサポートを受けていただくと。 まあ、おそらく FBA 販売のところでつまずいてるわけですから、サポートが必要な、え、状況な、状況というか、スキルというかね、え、なはずなんで、まあ、今ね、え、留学がオーストラリアなんか他の国か分かりませんけど、ま逆に海外経験があるなら、今の日本で稼ぐということがどれだけ難しいかというのはね、分かって、まあ、輸出に取り込もうと、え、取り組んでらっしゃると思いますんで、まあ、今回、このセミナーを受けていただくと、え、京焼家のセミナーで、まあ、 無料のスカイプ相談ついてます。まあそちらでね、まあどういったサポートをして、まあ今の状況からどういった形でね、もっと稼げるようになるのか、稼げやすくなるのか、まあそちらを確認していただいて、まあなるほど、サポートを受けようかなと。なったらサポートを受けていただくといいかなと。まあ何しろ今のやり方、それ非常に危険なんでね、サポーター、英語できるからといって、サポートを頻繁に使ってね、進めていくと。全然、あの、サポート経費は 無料じゃないんでね、実験費かかってます。で、サポートを受ける、その Amazon のサポートを受けるのにお金は払えませんけど、まあ、その代わり、この出費者、ね、金かかってしょうがないと、ね、よく理り返してないから退場していただきましょうというふうになる可能性が高いんでね、やり方改めた方がいいです。以上、アマゾンサポーター、堀秀夫でした。